ましょう、はい、ラジオネーム茨城の大きな田舎娘さんからいただきました。ありがとうございます。私がこの4年間で大きく変わったことは就職したことです。お、4年前の私は高校3年生、うん、迷うことなく入った看護学校で怒涛の日々を過ごし、無事国家試験に合格し、今年の4月から看護師として働き始めました。おら、4年前の私に向かってお前の選択は正しいと言ってあげたい気持ちです。まだまだひよっこにもなれないペーペーですが、あの頃憧れていた職業についていると考えると何とも感慨深いですという、うん、高校3年生が看護師さんに、看護師さんに就職して社会人になられましたと。素晴らしいですね。素晴らしいですね。看護師さんはいかがですか。看護師さんはなかなかいいんじゃないですかね。入院とかしてみて、俺入院一回もしたことなくってさ。俺も入院はないんだよ。そう、うん、入院の患者となんか看護師っていうやつでのね、そういうのあるよね、出会いとしてね。そういうシチュエーションいいよね、うん、いいね。病院のベッドでやりて、何をかよくわかんない何かな、リハーサルからリハーサルしたい、台本チェックかな、なんだろう、よくわかんない。リハーサルとかいろいろやりたいことがいっぱいあるからね。ベッド台本やることもたくさんあるから、ね、そういうことかな、ね、確かに。次行きますか。次行こう、はい。